はい、今回これ2回目かな？多分1回紹介してるよね。前何のカード紹介したんやろ？紹介してるよね？初じゃないよね？ジュセッペ・スクッリ。これ前さ、モデナかな？のカード紹介したんやったかな？ラッツィは初かな？別にこんなやつなんで2回も紹介せなあかんねんっていう話なんですけど、まあ、たまたまあったんでね。うん、たまたまあったから紹介しましょう。まあ、ちょうどラッツィはね、今あれじゃないですか。誰でしたっけ？サッリ。サッリがね、多分もうこの頃に辞任してんのかな。なかなか勝てなくてね。なんか、まあ、本当にとかどうかわかんないですけど、鎌田はね、自分が求めた選手じゃなかったみたいな。鎌田ドンマイというところで。確かこの人あれだよね、八百長に関わったかなんかで、裁判かなんかにかけられた人だよね。イタリア代表の歴はないと。左ウィンガーとアタック、サイドアタックやねんね。確かなんか八百長関係で、どうのこうの。そうね、モデナに見たよね。ユベントスのでも完璧なし、ユース出身なんよね。最多出場はジェノアという感じで。これ前もなんか紹介してるよね。まあ、イタリア一筋ですよね。ユベントス、キエーボ、ブレーシア、ジェノア。でもジェノアも、点々としてるから長くいるように見えるけど。まあでも長いか。なんか点々としながら4、5年いるか。っていう感じかな。今は何してるんでしょうかね。その八百長関係のやつはどうなったんですかね。もう、まあでもイタリアのやつな、八百長関係結構いるからな。シニョーリもそうだったでしょ。やっぱもうみんなお金ないからさ、やっちゃうんだよね、やっぱね。まあこの人は裁判でね、どうなったかちょっと一切わからないですけども。まあ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 。まあだからね、海外のトトとかって多分イタリア多分ないでしょ。で、スペインもないでしょ。やっぱなんかね、ラテン系の国ってね、やっちゃうんですよね、あの、八百長。やっぱ金絡んでるんでね。やっちゃうんすよ。だからまあ、そういう透明性、公平性のあるね、ブンデスと、プレミアかなが海外のトトの対象になってるんですけど。まあ、スクッリと全然か、まあ関係ないこともないか。はい。